皆さん、お待たせいたしました。今回は演説の編成考えてみるスペシャル。いつもねスペシャルつけてるんだけど、毎日がねスペシャルですからね。今思いつきで言っていく。竹内まりや、愛する人。はいはい、松浦なんだね。松浦じゃないんだよね。どうでもいいことを続けていっております。演説でございますね。まず演説の能力からちょっと見て参りましょう。まず名簿ついてます。これはあれと同じですね。炎章と同じ。さすが炎慶、名簿がついているんだ。兵数が増える。これは正直言ってね、かなりありがたい。次これですね。気候、これがねとてつもなくいい。この部隊の戦法発動時に副将が一人も連鎖しなかった場合、自身一部隊の戦法ゲージを 10% 増加、首相の時は3倍。まあ、サブね、サブじゃないよ。長とかにも行っても 10% 増加はね、するんですね。単発の場合、という感じでございます。さあ、戦法ですね。戦法ね、専用用がまた一つあります。一心ですね。付与されてる状態で戦法が連鎖するたびに、自身一部隊の強化効果が一つ打ち消され、戦法速度が 30% を低下する。ということ。付与されてる状態で、自分の戦法が連鎖しちゃうと、強化効果が一つ打ち消される。これどうしたらいいの？バフを、打ってもバフが入らなかった。っていう感じですね。できればこれもね、馬長とか、強力な武将、ね、戦法を打った後も強い武将に聞いてほしいんですけどね。まあ先に打たれちゃうとね、これもちょっときつい。まあ、戦法速度 30% 低下で、その分ね、自分たちが先に回り込める可能性は高いんですが、これ例えばさ、賊とかに当てといて、激光だけ発生させるってできるのかな？できそうっすね、これね。やろうと思えば、激光だけ発生させる。そしたら、まあ、揃えて戦った場合、一番にはできますね。だってこれ時間書いてない気がするんだけど。ああ、まあでも戦法ゲージの上昇をしてないとダメなのか。なるほど、なるほど。ちょっとね、小難しいこと考えちゃいました。偏差値42のね、木更津総合高校のくせに。ちょっと小難しいこと考えちゃった。すいませんね。まあ、とにかく使ってみたいな、面白そうだなっていう感じですね。強いか強くないかとか、使えるか使えないか分かんないけども、面白そうだからやってみるっていうゲームの原点。さあ、そして編成です。はい、編成はこちら、駐屯用ですね。それしか使えないんじゃないかなと思いますけどもね。駐屯用はですね、周遊以外ずらっと20秒武将、これを並べております。もうね、オール20秒じゃないとほぼ無理な世界ですね。あのね、戦法が単純に強すぎるんですよ。部隊の知力とか防御に対して強い。なんやかんやね、駐屯なんとかとかで強化はできますけど、それでも強いかなという感じですね。まあ、かなり自分の武将地に近いような人はですね、前よりも守りやすいかなって面もありますけど、まあ、それよりも、この火力のインフレの方がまともに入ってくるんで、やっぱりね、先に撃っていくしかないっていうことになるんですね。まあ、先に撃てないまでもすぐ何かを発動して潰すとかね、いう感じで、20秒武将がもう駐屯では必須でございます。周囲のところもね、もう20秒に変えてもいいなと思ってるんですけども、さすがにね、このダメージ出せるのがあんまり僕のパーティーいないんで、こんな感じしております。はい、で、演術ですね。演術パーティー。どうですか？これ気持ち悪いでしょ？何これっていうね、魔境です。まず、首相演術ね。3番目発動。生意気に3番目発動ですか、これ。デバフを出してもらってから若干延長。俺ですわ。
ほんと、ドスケベ蜂蜜二郎。ね。青い空と付き合ってた蜂蜜二郎でしょ。彷彿とさせますよ。しよしよしか言わないですからね。これから。わざと言ってんだって。言いたいところ。はい。で、先方発動順1番目。消去。敵部隊の知力と先方速度 30% 低下。これでかいですよね。先方速度 30% 低下。ノロノロだよ。さらに強化効果2つ解除。2階の強化無効。強化無効ね。パワーワード。強化無効。先に入れちゃえば強化ができない。指くわえて見てるだけだ。バフって何っていうね。強化無効3部隊。これは強いですよ。しかも20秒続く。地獄か?しかし君の見ている地獄はもっときつい。弱化延長が入る。これで25秒。弱化延長は5秒。25秒なんて次の戦法回ってくるまでずっと弱化してるやないか。弱化じゃない。強化できないやないか。20秒の舞台だったら強化できないかもしれないやないか。次の戦法でも。はい。いいですね。もうほんと邪魔しかしない舞台。いいですね。で、見た目からして絶対倒せませんよ、これ敵を。絶対と言い切っていい。で、次、挑戦ですね。挑戦、疑心、取り込み、強化効果一つダッシュ。でございますね。で、挑戦がいると、連携上がる。そういうところですね。まあ、連携なくてもいいんですけどね、極論。演術だから。この激高のおかげでね、一人でも遊べちゃうわけだから。まあ、ただね、これ消去とか入るとでかいですからね。そして補佐玄関甲冑で、炎射を2にして射程を 1.5 にしてます。こうすることによって敵にいち早くタッチして、しかも射程 3.0 ありますんで攻撃を受けづらい、そういうリターンがございますね。炎術のデバフは必ずデリバリーしちゃうわけだよ。うん、なかなか死なないよ。いうところで、ちょっと甲状腺行ってみますんで、攻められるかどうか。はい、どうぞ。来た来た来た。よし。実戦取っております。いいですね。早いな。やっぱ20秒。オール20じゃないけど。注意以外20。先に先手取って、打てるかどうか。ん?もう一人来た。これ二人、ね、飛ばせれば、飛ばせればっていうか、弾ければ。先方出した?演説出した?出してるよね。戻すか?戻してもう一回出すか?いいねぇ。邪魔してる感。うわ、勝った!今中古なのよ。ユートン17から増えたな。増えたとはいえかなりの完封力。はい、それではログを見てまいりましょう。どんな感じでしょう。炎射3、炎射3じゃない、射程3、攻撃食らったかどうか。結構ね詰められましたけども、今のところは攻撃を食らってません。食らわないまま先方打ちましたね。炎術、デバフ、維新、延長。これ維新自体も延長するのかな?どうだろう?先に維新入ってるから、先方速度 30% 低下が10秒だったのが15秒になる。30% 低下15秒、なかなか強いですよね。で、即時先方が入って、で、これ単発だからですよ。単発だから即時 30% っていう感じですね。で、1、2、2回攻撃で2回目の戦法が入る。まあ、10秒ちょいぐらいですかね。で、入りましたと。で、挑戦取り込み、疑心疑心、強化ダッシュ。あ、ええなぁ。これ二回り目のね、
この馬長をいじめまくるのもええな。で、維新、維新、維新。延長。若干延長。疑心も伸ばしていく。ええな。え？ノーダメージ。ノーダメージですよ。さあ、どうでしょうか、皆さん。ちょっと面白そうだと思えてきましたか？ということで、今回は最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、そして、グッドボタンは、グッドは、おっしゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またんごー。